全国の皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪で営業の田川です。今日ご紹介していきますのはこちらの新型ハイエース版特別商社ダークプライム2の、ディーゼル2をご紹介していきたいと思います。はい、はい、まずこちらトヨタセーフティーセンスがグリルとグリルの間にちょうど収まってますね。でそしてパノラミックビューモニター、あとインテリジェントクリアランスソナーがフロントに4点ついてますね。はい、で外装のカスタムなんですけれども、こちらフレックスオリジナルデルフィーのフロントスポイラーになります。はい、はい、で車体の方は2インチローダウンしていますので、だいたい5センチぐらい低くなっておりますね。はい、でタイヤホイールがこちらバルベログランデ、バルベロディープスの17インチ、フレックスオリジナルカラーになります。であとグッドイヤーのナスカータイヤですね。後ろも見ていきましょう。はい、こちらデジタルインナーミラーのカメラが取り付けられていますね。であとインテリジェントクリアランスソナーがリアにも4点。であとこちらがバックカメラですね。はい、でこちらは貨物車になりますので後ろの積載スペースがかなり大きいです。でそこにフレックスオリジナルのベッドキットタイプ2っていうものをつけています。こちらフラット空間がもうかなり大きく取れているのと、あと板が4枚乗ってるだけっていうのがあるのですごい使い勝手がいいです。であと高さ調節の方も手回しで4点、5段階高さ調節ができますので、もう積む多分お荷物によったらすごい高さがあるものとかあると思うんですけど、お客さんで簡単に調整していただきます。では室内もっと見ていきましょう。はい、こちらパワースライドドア付きになります。でダークプライム2になりますので室内がもう真っ黒ですね。で全席こういうハーフレザーのシートになります。じゃあ実際エンジンもかけてみましょう。はい、もう今のこのクリーンディーゼルというのはもうかなり静かですね。はい、でデジタルインナーミラー、今こうモニターが映し出されてるんで、まあカーテンがあろうが後ろに荷物があろうがもう常時確認することができますよっていうふうになります。はい、であとナビ、パイオニア製のカロッツェリア SD ナビが7インチになりますね。でダークプライム2なんでこちらのこのこういったところの、まあ、インテリアパネルとかこういうハンドルとかシフトノブっていうのがちょっとゴージャスな感じになってますね。で助手席エアバッグ付きです。金額等々、詳細はホームページの方に載せ